ナフットボールです。こんなサムネでええんかって。だって昨日のうちの試合にこの高い上速報以上に興奮できる試合あった。ホップステップチャンネル登録ないよね。いいとこ皆無湘南に勝っている部分や、それでもちょっと運が傾けばチャンスはあったよねってとこがなさすぎて動画作成に困っておる。さりとって近頃連勝してしまっていたり、中断期間もちょくちょくあったりで、夏頃の暗黒期に燃え盛っていた憤怒も弱火になってて、まあ手も続投かなっていう諦めにも支配されつつあるので、今どう気持ちを表してよいのかわからないため、とりあえずこの試合のマシンガンダメ出しをしていこうと思います。まずわかりやすいとこです。タツカンで。ファールの数はインテンシティの差、ちゃんと相手にコンタクトできたかが出てると思う。枠内シュート数のひどさは触れるのをやめて差し上げる。運動量は走行距離数、スプリント数ともに湘南優位。東京もめちゃくちゃふぬけていたようには見えなかったんだけど、高フィジカル劣勢の数値が出ちゃったのにはシステム的な優劣があったと私は見ています。東京 4231VS 湘南3142。湘南にやられるときはいつもシステム対応が追いついてない記憶ある。せめては3バックから5バックの可変で守られる。こちらが守るときにおいては左右それぞれウィングバック畑とインサイドハーフ平岡、ウィングバック鈴木優斗とインサイドハーフ小野瀬のコンビ。状況に応じての役割とポジションのチェンジをやってくる彼らに東京は最後まで対応を打てませんでした。またこのスタッツが表すように、特に右サイドはめちゃくちゃにされた。例えば旗にボールがついて豊川が対応したら内から外に平岡が流れてきたり、平岡がやや開き気味で受けてじりじり持ち上がる、その大外を旗が駆け上がるサイド二段攻撃。あとは東京が旗をバックラインまで押し込んだりしても、その時平岡は攻めに備えて裏で起点になれるポジションを取る。これらがめちゃくちゃ自然オートマティズムで、あまり個人名を挙げて批判するのは避けたいんだけど、こういう時にエベがここらで守備をしている場面全然見なかったのが私は不満です。中川ってよくここで体張ってるの見るじゃん。逆に東京の方はポジションが固定気味、太郎が上下左右自由に動き回ってる以外は流れの中での位置取りの変化、ポジションチェンジは見られませんでした。どころかここを使って攻めるぜの意図がバラバラだったと思います。こんな風にディエゴはこの辺内側のゾーンを使いたかったのが、あまりサイドに流れず下がりすぎずくさびになろうとしていたプレーから見えたんだけど、誰もここに入ってこないんだよ。ケイタは左でワンチャンを狙うスタイルだし、エベは思った以上にボールプレイヤー、自分起点で足元から始める選手の感じがするし、太郎は良くも悪くも進出鬼没で、こんな風にサイドが困ったら受けて裏にケイタを走らせたり、後半なら中央低めから裏一本でレオンに勝負させる、そういった狙いも多くて、まあ、それは実際に東京の数少ないチャンスではあったんですが、もうちょっと中央バイタルディエゴによってプレーしてあげられれば東京の重心が前に行ったんじゃないかっていう気もします。で、選手間で連動できずバラバラなら余計にこの力で優位を取る、局面で打開できなきゃ勝負にならないんですけど、そのクオリティを発揮できた選手が昨日どれだけいたかっていうと、全盛期は過ぎたと思われる選手、使用期間の選手、このチームに来て未だ良いところを見せられていない選手、もう来季の編成が頭にちらついてくる時期です。シビアになる、決断するとこはしないと、こういうベルマーレみたいに隙を見せない、しっかりした相手に勝つ難しさは乗り越えにくい。で、相当言葉選んでるんだけど、もうダメだ、これ以上は言えねえ、やめやめ。で、最後に得点経過一応さらっておきます。43分鈴木明人のビューティフルミドルです。湘南先生0対1。これは東の中盤マーベでのインターセプトチェックのチャレンジミスからの流れでした。この失点を東のせいっていうのは酷だけど、すごく嫌な予感になるミス、そっからの湘南の勢いで、まあ予感的中しちゃったね。そして2点目は後半になっての49分、畑隊がやるぞやるぞの仕掛けから穂高痛恨の1対1負けかわされて失点0対2。この畑と穂高の勝負に持ち込まれたのは、まさにさっき戦術ボードでも触れた平岡持ち上がってからの畑がオーバーラップの二段攻撃っていうのに似たやつで、福田が中で持ち上がって大外を畑が取る、
湘南の厚い攻めが成功した場面でした。これも穂高は1対1完敗が減点対象とはいえ、右サイドの守備を1人で背負わされたっていうのはちょっと酷だったか。あとさっき言うの忘れてたけど、後半に入って長友穂高の両サイドバックには守備も攻撃ももっと前目で勝負しろっていう指示があったんじゃないかと、私は後半の立ち上がりを見て感じていました。ただそれも畑と平岡の連携をどうケアするかには手つかずのまま前目指示だけがあったんだとするとね、これはその結果の2失点目だったんじゃないでしょうか。ちょっと監督採点いきます。ゴールキーパーの在宅しプランドン 5.5、 2点やられたものの終盤のビッグセーブ連発でなんとか9大点評価、0-4もありえた試合だった。ディフェンスセンターバック岡と森重合わせて 5.0、 悪目立ちしなかった以上に良いとこもなし、穂高や長友が数的不利で苦しんでいるところに救いを差し伸べられなかったのは痛い。左サイドバック長友 5.0、 右の穂高ほどではないが鈴木優と堂の背に手を焼いていた。序盤にもらったイエローも響いてしまったか。右サイドバック中村穂高 4.5、 4バックの中で一番意識感があったのでそんな役回り貧乏くじを引いたと思うけど、やっぱりあの失点場面は減点大です。ミッドフィルダーボランチ高 4.5、 無効化されてた。終盤の荒木ポストで跳ね返ったシュートこぼれを決められなかったの残念。ボランチ東 5.0、 中盤では荒木の次にゲーム回復できていたと思うが、いいプレーと悪いプレーの明暗がくっきり結果に出てしまった。左サイドハーフ遠藤啓太 4.5、 いいタイミングでボールを持った時の期待感は高いが回数が少ない。もっとチームのやり方に対して自己主張をしてほしい。それができるビジョンや実力は持っていると思う。右サイドハーフエベルトン・ガウディの 4.5、 前半27分の球離れのバタバタさ、後方の手は本当に上手い選手ならああいうのあり得るのか。プレースタイルの違いはあれど、この実力ならジャジャを戻せばよいのでは。オフェンシブハーフ荒木亮太郎 5.5、 唯一チャンスメイクをできたプレイヤーだが良かったとまでは言えないと思う。センターフォワードディエゴ・オリベイラ 4.5、 一人でどない折衷ねんってかわいそうな感じもしたけど、湘南ディフェンスに潰されるぐらいのプレーレベルでしかなかったのも事実。控え選手サイドバック白井とボランチ小泉合わせて 5.0、 投入されるも体勢に何ら影響なし。サイドハーフのザーレオン 5.5、 裏を取りに行く狙いがちゃんと見えた。とりあえずアグレッシブさがあるのも良い。相手にとってこの勢いは嫌だと思う。ボランチ佐藤龍之介 5.5、 若さが見えて良い。同じくキビキビ動いていたのだけで好印象。センターフォワード山下 5.0、 怖さに欠けて何かが起こりそうな雰囲気をあまり感じられない。まとめ、正直ベルマーレがめちゃくちゃ良かったっていうのは分かっててももっとやれてて欲しかった。最近のチームの雰囲気がやっぱメッキだったんじゃんかって言われたくない、思いたくない。そういう意味でも次大事ですね。11月9日アウェイ国立町田ゼルビア戦、この試合が今年最後の大一番、こちらとしても針の穴を通す可能性をかけた一戦。その舞台は翼が用意してくれた。やれんのか東京って感じで、今日はここまで。久々の負けですが、皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。超ダメだフットボール、小山でした。じゃねー。ルイス出番なし。